いい、先生の描いた通りですよ。怪盗団が奥村を狙うことも、改心を成し遂げることも。都合のいい財布が一つ減りはしたものの、つながりが明るみに出るリスクに比べれば、奥村はもともと正解という器ではなかったのに。おとなしくしていればいいものを。抜かりありません。彼に処理は依頼してあります。しかるべきタイミングで廃人化を起こす手はずとのことです。不出来な身内と怪盗団の大掃除、一石二鳥とはまさにこのことですよ。我が輩さ、今回はちょっと反省してるぜ。自分が何者かとか、他より劣ってるとか、うじうじしちまった。美学や芯がなかったのは我が輩自身だったよな。ありがとな。人間ってことに固執してたのはやっぱり目的が欲しかったからだと思う。目的っていうか、もっと大きな生きる意味っていうの。でも怪盗団って居場所がある今、自分が何をしたいのかつかめたぜ。わかるか。やっぱそれだろう。自分の居場所って決めたからには、我が輩もこの怪盗団を盛り上げる。つまり我が輩たちの目的は一致してるというわけだ。これからは出し惜しみなく協力してやるぜ。お前も気張れよ。我が輩に損させんじゃねえぞ。よし。それに安殿にも喜んでほしいしな。我が輩の活躍であの子が幸せになるならそれで十分なのさ。それまだ続くのとか、そんなこと思ってねえよな。さてと。嬉しい誤算だ、囚人。予想に反してあなた、なかなか見込みがあったようですね。力を磨き、契約者との関係も洗練させている。構成はますます順調に進んでいるようだな。慎重だな。一つ忠告しておこう。絶頂であるということは同時に転落への秒読みでもあるのだ。ゲームには不測の事態はつきものだからね。何だってんだ。我が輩は人間。我が輩はあんな風に生まれたはずは。我が輩としたことが
夢くらいでメメントスの奥まで行けばきっとわかる。いろいろあったけど、奥村の剣めでたしってとこだな。あとは改心するのを待つだけだ。はよーす。いやいや、失礼ですけど、今なんて。まだ決まったわけじゃない。ただこのままなら特待を取り消すかもって話だ。可能性があることは君と親御さんにも伝えないといかんだろう。吉沢さんは最近の大会で好成績を残していると聞いています。特待を取り消すというのはちょっと大げさすぎるんじゃ。気持ちはわかりますが、やはりその3位ではね、やっぱり優勝してくれないと。いや、私は十分にすごいと思ってますよ。ですがやはり囚人の代表として特別待遇を受けるにはまだと言いますか。私を恨まないでくれよ。あくまで公正を保つための処置だから。別に退学ってわけじゃないんだ。大会はまだあるし、今度こそ求められる結果を。先生、過度の期待は吉沢さんのプレッシャーになってしまいますから。プレッシャーだなんてとんでもない。私はただ応援したいんですよ。丸木先生も引き続きカウンセラーとして吉沢のフォローをお願いします。これは我々指導者も一丸となって吉沢を支えていこうって話ですから。そのために丸木先生にもご同席いただいてますんで。支えるですか。まあそういうことです。あくまでこのまま成果が出なければという話ですから。話は以上です。解散しましょうか。あ、すみません。今の吉沢だよな。なんか様子が変じゃないか。
これは吉沢が落としたみたいだな。行っちまったか。放課後に届けてやろう。吉沢に連絡だけしとこうぜ。お守り忘れてきたのかな。どうでしたか、吉沢さんの反応は。ええ、落ち込んだ様子でしたので相当答えたのではないかと。これで少しはやる気を出してくれるといいんですが。3位などに甘んじず、彼女には早くまともな結果を出してもらわねば。教頭先生、何度も言っていますが、こんなやり方では逆効果です。無理に葉っぱをかけたところで彼女が傷つくだけ。マルキ先生、我々もボランティアではないんです。交代軍を与えた分、彼女にも応えてもらわないと。もてはやされて浮かれるのもいいですが、本人にいつまでも遊び気分でいられては困るんです。囚人のイメージアップのために姉妹で入学させたが、これでは大損だ。片方が亡くなった上に結果も出ない。これでは勝ちが。教頭。失礼ですが、鴨志田先生の一件に校長の事故死、ここで再起を図らねば我々には後がないのです。このままでは理事会での私の立場も。話は以上です。それでは。全部は聞き取れなかったが、競技場にいるみたいだな。今朝も様子が変だったし、何かあったのか。前に会った時、へこむと競技場に行くって言ってたもんな。お守りのこともあるし、様子を見に行くか。競技場はお台場だったよな。繋がらない。機種変しておいた方が良かったかな。私弱いな。先輩にも丸木先生にだって迷惑ばっかり。私は吉沢かすみなのに。私パフェ食べたいんだけど。今探してるから待てって。多分この辺りなんだけどな。絶対道間違えたでしょ。こんなとこ見たことないし。あれとか何の建物なわけ。ああ、何だったっけか。展示場だか研究所だかが建つんだっけな。まあどうだっていいだろう。研究所じゃなくて競技場ですよ。ん？ナビゲーションを開始します。おい、あれ？なのか。我が輩たちナビなんて使ってねえぞ。もしかして吉沢か。
能性はあるぜ。パレスに入った時、我が輩たちと距離が離れてたからな。戦えないあいつが孤立するとまずい。急ぐぞ。行くぞ。今の声、吉沢？ああ、警戒を怠るなよ。なんで、どうしてここに。誰だあいつ、人気存在か。私のせいで。急ぐぞ、吉沢がヤバい。許されないぞ、主の慈悲を汚す者。無事か、吉沢。その声、先輩。あっちはやる気みたいだぜ。受け入れよ、主は嘆いている。自ら痛みによる愚かさを。さっきから一体何を。学校が試験の時期ずらしたっていいよね、特別扱い。なんだこの声。私気にしてませんって感じが本当ムカつくんだよね。特待だか知らないけどチヤホヤされてさ、本当に結果出せてんの。これって気持ちはわかりますが、やはりその3位ではね。やっぱり優勝してくれないと。片方がなくなった上に結果も出ない。これでは勝ちだ。黙って聞いてれば。吉沢、結果が出てない、そんなの言われなくてもわかってる。だけど私だけじゃない。私たちの夢まで悪く言うのは許せない。自分の都合を押し付けて。勝手な期待をして、勝手な結果を求めて。吉沢、まさか私じゃ無理だって言うんですか。私を誰だと思ってるんです。私は吉沢かすみです。不器用な子。灰をかぶったままよりも灰染めの映画を選ぶ、そういうことだね。けど、それがあなたの決めたことだというのなら、最後まで付き合うよ。やっぱりこいつは。Yeah.
我は汝、汝は我。契約という名の魔法、受け入れなさい。仕切り直しをお願いします。今度はサンドリオンと一緒です。指示はこっちで出す。無理はするなよ。お願いします。おい、大丈夫か。これ以上無様な姿は。おりゃ。おお、ペルソナに目覚めたばっかだってのにやるじゃねえか。先輩ですね。声と雰囲気でわかりますよ。ところで私たちなんでこんな格好に。まあ気にするなって方が無理だろう。感づかれたようだな。早く出た方がいい。詳しい話は出た後だ。はい。ここってあれ、服も戻ってる。お前が異世界に行く前にいた場所だ。戻ってきたんだよ。戻って？私たちどこかへ行ってたんですか？あー、それはだな。お願いします。知っているなら教えてください。自分に何が起きたのかちゃんと知っておきたいんです。気持ちはわかるが、どうする。まあそうだな。じゃあ一から話してやるよ。ありがとうございます。異世界、パレス、ペルソナ。いきなり全部理解するのは無理だろうな。普通信じられませんけど実際に見ちゃいましたからね。というか猫ちゃん説明上手ですね。それよりお前、我が輩に驚かないのか。え、猫が喋ってる。おせえよ。てか猫じゃねえし、我が輩はモルガナだ。なるほど。じゃあ私よりいろいろ知ってるみたいですし、モルガナ先輩ですね。そういや、あれ渡さなくていいのか。わざわざ届けに来てくれたんですか。ありがとうございます。今朝も様子がおかしかったからな。何かあったのか。それは大会の結果、結局言いそびれちゃったんですけど3位だったんです。もちろん私自身もこれで満足はしてません。でも学校はそれ以上に不満だったみたいで、今朝先生に呼び出されたんです。この成績のままなら特待生も外すかもって言われてしまって、それ自体は私の力不足ですし仕方ないことだと思います。けど損だとか外れだとか好き勝手言われてるのを聞いちゃって、しかも一緒にいた丸木先生まで巻き込んでしまって、今回のはさすがに答えました。そりゃしんどいな。それでまたここに来たんです。その後は気づいたらさっきの場所に。けどもう大丈夫です。さっきので吹っ切れました。絶対に夢を叶えるので。みたいだな。しかし吉沢はなんでパレスに入ったんだ。さっきの話じゃ本当に偶然っぽいけど。スマホが何か。やっぱそうだよな。なあ、スマホ見せてくれないか。ナビがあれば履歴で誰のパレスかもわかるだろうしな。あ、はい、スマホなら。すみません、ダメかもです。
なんだって？電源切れちゃいました。もともと調子も悪かったんですけど。おいおい、大丈夫なのかよそれ。ま、狙いのパレスってわけじゃないから問題ねえか。全会一致じゃなきゃターゲットにもならねえしな。お聞きしたいんですけど、先輩たちが怪盗団なんですか？あー、なんだその。そうなんですね。やっぱり。ってことは私、明智さんとカフェに行った時、ご本人の目の前で怪盗に賛成できないって言ったことになるじゃないですか。なんかごめんなさい。気にすんなって。それよりどうすんだ？その通りだ。あれだけ戦えるなら怪盗団の戦力として十分じゃねえか。それって私が怪盗団に入るってことですか？まあな、早い話がそういうことだ。ペルソナにも目覚めて、パレスのことも知っちまったし、見たところかなり素質もあるぜ。怪盗団に入ってくれるなら大歓迎だ。なるほどです。答えはすぐじゃなくていい。どっちにしろ我が輩たちが何してるか知ってもらわなきゃ決められねえと思うしな。ありがとうございます。けどすみません、お断りさせてください。ああ、そうしたら今日のとこは。で、え？ペルソナに目覚めた時改めて思ったんです。新体操のこと、このままくよくよしてちゃダメだって。なのでどうしても今は新体操に集中したいってわけか。散々助けていただいたのに本当にごめんなさい。ありがとうございます。中途半端な気持ちで入っても皆さんに迷惑をかけてしまいそうなので。もちろん先輩たちのことは誰にも言いませんから。察しがよくて助かるぜ。ま、怪盗団のことで気が変わったらいつでも言えよ。ありがとうございます、モルガナ先輩。その時は遠慮なく相談しますね。おう。先輩もありがとうございます。いろいろ助けていただいたご恩は必ず返しますから。帰りましょうか。いろいろありましたけど明日からまた頑張れそうです。なんとなく。そりゃよかったぜ。それではまた。と言っても、お父様のことだけど今のところ変わった様子は特に。
待ってるだけだといろいろ考えちゃって、うまくいったのかなとか。ありがとう。焦ってばかりじゃ仕方ないよね。じゃあたまにはゆっくり花壇のお世話でもしようかな。カイトマジやべえ。廃人化に精神暴走事件の真犯人、ヤバいやつだってことは確かだ。真相に近づいている今こそ気を引き締めておいた方がいいぞ。奥村が改心すれば全て丸く収まる。いつもならそろそろ結果が出る頃だな。いよいよ奥村も改心か。これで春も少しは肩の荷が下りたろうよ。この時間だぞ。まだ寝てたら遅刻確定だな。はーい、今日はここまで。ようやく昼休みか。なあ、我が輩今日はパンの気分だぞ。君、ちょっといい？あのさ、丸木先生のカウンセリングだけど、もう受けてるよね。そう、ならいいんだけど。知ってると思うけど、丸木先生の任期もうすぐ終わりだから、上からも君にちゃんと受けさせるようにって言われてるし、変に目をつけられないためにも言っておきなさいよ。カウンセリングか。ま、それはさておき、飯だ。パン、パン。あ、先輩、お疲れ様です。はい、絶好調です。
先輩も今からお昼ですか？よかったら一緒にどうです？たまには外で食べようと思って。おや、お揃いだね。あ、丸木先生もどうですか？先輩とお昼食べようって話してて。いいの？それじゃあ混ぜてもらおうかな。吉沢さんのお弁当。そういうもの？動くために必要なんです。食べた分ちゃんと動いて燃やしますし。私から言わせてもらえば、お二人の食事の方が心配です。体作りはまず食から。ちゃんと食べないとダメですよ。そうだね、確かに吉沢さんのは栄養がありそうだ。というより、吉沢さん、雰囲気変わった？はい、ちゃんと気持ち切り替えられたので。なるほど、無理してるわけじゃなさそうだね。すみません、ご心配をおかけしました。いや、とても喜ばしいことだよ。でも驚いたな。問題なければでいいんだけど、何かきっかけはあったの？そうですね、先輩たちのおかげです。考えるきっかけをもらったというか、立ち向かおうって思わせてもらったというか。ですよね先輩。立ち向かうか。強くなったね吉沢さん。はい、もう吹っ切れました。話長くなっちゃってすみません。お昼食べましょうか。いただきます。あ、次の授業体育なんでした。私そろそろ失礼しますね。彼女本当に立ち直ったみたいだね。吉沢さん、この前までずっと思い詰めてるみたいだったからさ、あんなに変わるなんて驚いたよ。怪盗団に改心でもされたかな。冗談だよ。時間みたいだね。君も教室に帰らないと。それじゃあまた。模様替えしなきゃと思って。今回のはね、北川雄介プロデュースなの。色のバランスと配置で、なんというかわびさびのようなものを加えただけだ。そもそも花を選んだのは春だしな。どうやってもいい花壇になるさ。期待しちゃうわね。モナも植えてもらえば？お前こそこの間まで引きこもってたんだ。ここで光合成してけよ。じゃあ始めよっか。金魚草はあと2ミリ左だろうか。細か、変わんないから。つうかさ、流れで打ち上げと学園祭一緒になったじゃん。やっぱ打ち上げは打ち上げでちゃんとやった方がよくね。同感だ。打ち上げは歓迎会も兼ねてのものだし、うちうちで気兼ねないやつをやりたい。じゃあやろうよ、打ち上げ&春の歓迎会。いいよそんな、学園祭だけで十分だよ。主役がそんなだとみんなのテンション下げちまうぜ。
イブニングパーティーなんていかが？デスティニーランドで。デスティニーランドってあの夢の国の？ちょっと時間は遅くなっちゃうけど、夜からの貸し切りプランがあるし。貸し切り？だって夢の国でしょ？でもうちうちの方がいいでしょ？そうは言ったが。ちょっと確認してくるね。発想がセレブすぎるでしょ。確認つってたけど何の？よかった、なんとかなりそう。デスティニーランド、マジ？中にあるレストランとかじゃなくてランドごと？公式に金額載ってるけど一晩でこれとかヤバくね？ああ、気を使わないで。もともと会社の親睦会のために申し込んであったのよ。でも秋分で自粛になっちゃって、今からじゃキャンセルしても全額出ていっちゃうから行かそうって思ったの。だがさすがに目立ちすぎないか？表向きは会社の名前だもの、心配しないで。そういうことなら。そうだよな、今日はダブルで盛り上がればいいし。ごめんね、せっかく手伝ってくれてるのに中断させちゃって。再開しよう。で、リアルにいくらかかるわけ？マジか。美味しかったね。料理の盛り付けが絵画のようだった。てかさ、このテーブルとかってわざわざ持ってきてくれたんでしょ？どうせなら景色のいいところでお食事した方がいいかなって。このビップ待遇感動もんだよね。さすが貸し切り。本当に誰もいないよね。私たちは夢の国の支配者だ。あのライティングも私たちに？そうだよ。美しい。お前の方がな。なんてこと言ってんでしょ、世間のカップル。あれでそれ言われたら大概の女子来ちゃうよね。お前の方が綺麗。つーか、さっきからはしゃぎすぎなんだよ。あんただって童心帰りまくりじゃん。双葉がつけろってうるせえから。私言ってない。それっぽいことは言った。だとこら。やばい、微笑ましすぎる。本当だったらパレードも見たかったんだけどね。さすがに急な話だったからスタッフさんの都合つかなかったって。それはまた今度かな。つか、今回の打ち上げダントツで上がる。マジやべえ。よかった、喜んでもらえて。こいつらに余計な贅沢教えちまったな。次の打ち上げのハードル上がるぜ。もう次の打ち上げの話か。気が早すぎだろ。でもなんだろう、モナちゃんと会ってみんなと知り合えて全部がうまくいってる。なんか怖いくらい。心配しすぎだぜ。今までが今までだったからちょっと臆病になりすぎてるのね、きっと。ごめんね、変なこと言って。てか、そろそろ時間じゃない？緊急記者会見。あ、ドンピシャ。お父様、この度はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は弊社の労働実態につきまして全てをお話しさせていただく所存です。
社員に過酷な労働を強要したこと、食材の衛生管理がずさんであったこと、そしてそれらを企業ぐるみで隠蔽したこと、誠に申し訳ございませんでした。社長の指示の上で行われていたと、そう捉えていいんですね。はい、私の不徳の致すところです。御社の関係者で病気退職された方の数が数十名に上るとか。しかもこれ、御社が海外出店することを断固反対していた役員の方と同じタイミングで出店を狙っていた競合他社の担当者ばかりなんですよね。まずはここまで間違いありませんよね。はい。これって偶然なんですか？どうなんです？それについては重大な事実の発表があります。いよいよだな。奥村が廃人化の犯人の話をするぞ。実は、奥村さん、なんか様子が変だぞ。